佐々木朗希が今シーズン2回目の先発のマウンドに上がります。このブラックのユニフォームは昨年の4月、完全試合を達成した時と同じブラックのユニフォーム、そして4月同じオリックスバファローズ戦、期待をせずにはいられない今日のマウンドです。前回登板が4月の6日のバファローズ、プレーボールです。先頭バッター茶野、いきなりここは初球攻撃、いきなり160キロから入りました。育成ですが開幕直前に支配下登録。ここも変化球続けました。まずは見逃しの三振でワンアウトです。追い込んでからは変化球、フォークの連投でしたかね。2番にはマービン・ゴンザレス。ストレートとフォークで2球で追い込んでいきます。いつも通りどんどんストライク取っていきます。振らせました、連続三振。立ち上がりまだ2人ですが、立川さん、ここまでいかがですか。いや、もう十分ですよね。広瀬さんのピッチング、南さんからのリポート入りましたが、山本由伸の投げ合いです。まっすぐ、ストレートには森友哉はかなり強いバッターですが、首振ってましたね。そうですね、首振ってストレートをね、追い込んでからまっすぐ勝負。初回は3者連続三振の立ち上がりになりました。佐々木朗希、前回に続けて素晴らしい立ち上がりです。改めて最後のシーンです。